I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters, from our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics. Our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts Plus and sign up to our free one-month trial. おつかりめん、カラフルハイスクール本音で語ろう。ティーンの今の声を聞き、一緒に話していくコーナーです。一緒に話してくれるのはこの方。アンちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日話してくれるのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、高校2年生のハロハロです。ハロハロさん、ハロハロよろしくお願いします。やっぱりあれですか、ハロハロが好きなんですか？愛犬の名前がハロなので。ああ、なるほど。愛犬の名前がハロくんなんだ。はい、はい、そうなんです。今高校2年生。はい、高校2年です。うーん、どのあたりの高校かって差し支えなければ。京都です。また京都、たまたまの好きな京都が出たんだ。西の方でございますね。はい。やっぱりちょっとこうはんなりしたお言葉もお使いになるんですか？そんなに使わないですよ。あ、でもやっぱり使わないなんですね。なんか京都の若者言葉って聞きたいよね。確かに。どんな感じになるよね。ほんとね、ステレオタイプなイメージだとなんかね、ドスエみたいな、こう、うん。いや、さすがにドスエとかは使わないですよ。あ、使わないしよ。ピエン。ピエンですね。パオンですね。これも多分もう使わないんじゃない？ピエンとパオン使う？古いよね。昔は使いましたね。昔多分去年のことでしょ。高校2年生の昔とはいつですか？2年前。2年前は昔なの。昔だよ。面白いよね。10年一昔じゃないから、ね、もう2年一昔ですからね。いや、高校2年生で、じゃあもう今バリバリに勉強に、部活に、遊びにって感じですか？はい、そうです。でも今あれですね、ジャージかな着てるの。これは学校のウィンドブレーカーです。あ、学校のウィンドブレーカーがある。かっけえな。さすが京都ね、かっこいいな。ね、今ズームでね、繋いでるんですけれど、うん、あれかな、部活帰り。いや、本当は部活あったんですけど、うん、今日は模試があって、はい、時間的に行けなかったんですよ、部活に。うーん、模試があったんだ。どうだった？いや、途中で集中力切れました。模試っていうか試験の途中で集中力切れた時って、どうしようもないよね。はい、もうどうしようもないです。なんかね、陸地で溺れてるみたいな感覚ですよね。助けてっていうね。普段部活は何やってるんですか？あ、チアダンスです。たまちゃんってチアダンスは知ってる？知ってる。なんかチアリーディング違うよ。それはチアダンスとチアリーディングの違いわかる？チアダンスとチアリーディング、うん、同じじゃないよ。ちょっと説明してくれますか？はい、あんまりわからない、たまたまに。チアリーディングは、一般的に人を投げるっていう、イメージがあると思うんですけど、はい、私がしているチアダンスは、その人を投げたりはせずに、そのダンスの要素だけを詰め込んだ、うん、種目って感じです。おー、じゃあダンスが中心ですよね。チアリーディングは、はい、人を投げる。そう、人を投げるのか。なるほど。ゴーゴーゴーみたいな感じでしょ。うん、ゴーゴーゴー。だからダンスに特化したってことですよね。はい、そういうことです。そうなんだ。いや、知らなかった。やっぱりチアって言っちゃうので。あ、そうですね。私もよくチアって言うので、うん、普通の人からしたら人を投げるんかなって言われます。じゃあ永遠に違い説明してるってことよね。はい。じゃあやっぱりチアリーディングとチアダンス一緒だって思われると、ちょっとなんか思うところあるんですか？全面的に否定したくなりますね。ああ、やっぱりね。それは違う。プライドがあるからね。うん。はい。そのチアダンスっていつからですか？結構何年もやってます？年長からなって、今はもう部活でバリバリやってます。うん、へえ。すごい長くやってる。それだけ長くやってると、好きだし手応え感じるしって感じですか？はい。
い、だいぶ感じてます。へー、なんか大会出たりとか。あ、出てます。今年ジャパンオープンっていう大会に出たんですけど、はい、それで無事通過して、はい、日本代表に選ばれたんですよ。お、すげえ。ごめんなさい、空耳かな、日本代表って言いました？はい、日本代表です。早く言いなさいよ。はい、そうよ、大事な情報なんですよそれ。あ、ねえ、日本代表なの、ハロハロさん。はい、日本代表です。チアリーディングとチアダンスの違い言う前にそっちだと思いますよ。そう、大事ですよそれ。ねえ、それはなんかこれからその国際大会的なそういうものがつながっていくのかな。あ、はい、4月にアメリカで、うん、踊らさせていただきます。おお、じゃあやっぱりあれかな、目標は。はい、もう世界1位ですね。すごいよ。アメリカのどこですか？アメリカのオーランドでやります。オーランドでか、いいね。ごめんなさい、本当不勉強で申し訳ないんですけど、チアダンスは世界レベルでいうとどこが強いんですか？やっぱりアメリカですね。うーん、やっぱアメリカが強豪で。アメリカが一番強くて、うん、日本も負けてないぐらいなので、うん、そのチアダンスのチームって何人ですか、そのメンバー？特に人数の規定はないんですけど、はい、その部門によって分かれてて、まあ、大体3人から9人がスモールで、10人から16人がミディアムで、17人以上がラージっていう部門に分かれてます。スモール、ミディアム、ラージの部門があるって。へえ。でハロハロさんはどこに入るのかな？ラージです。へえ。3人が多い部門のところです。これ京都の、その高校のチーム、それとも地域のチームとかって感じ？私は高校のチームで。高校のチームで日本代表になってアメリカに行くってことですよね。はい。うわ、でもどうなんだろう、どういったところが評価基準になるんですかね。まあ、そうですね、やっぱり一番は振りの揃い度と技の完成度が一番 見られます。やっぱり結局だからチーム戦ってことになるんですかね。はい、チーム戦です。世界大会の準備するのにどのぐらい練習するんですか？はい、1日何時間とか何ヶ月とかどんな感じですか？あ、もう練習はもうなんか通過する前からもうアメリカも目標にしてるので、はい、もうだいぶ前からずっと練習はしてて、今でも、部活なので、その授業終わってからとか2時間半ぐらいしかないんですけど、日曜日とかは4時間以上とか。じゃあ毎日は練習してるんですよね。はい、でも日本代表ってなったらクラスメイトからも、わあすごいねってなったでしょう？あ、いや言ってないです。あ、言ってない。言ってない。え、なんで？なんで、なんかそんな、なんででしょうね。でしょうね。いや、なんかね、日本代表なりました、なったよみたいな感じの、うん、世界と戦うのみたいな。雰囲気じゃない。言える雰囲気じゃない。なるほど。まあまあね、なんか。さりげなく。そうね。奥ゆかしさもあるんでしょうね。そうよね。京都だからね。そうですよね。そうよね、京都だから、うん。あえてこう秘めておいてね。そうやね。こうさらっとね。まあそういえば世界一になったよ、みたいな。帰ってきて、朝よ。でも、4月でしょ？ 4月。はい、4月です。じゃあ学校休むってことになるんですよね？あ、はい、1週間ほど休みます、うん、そうか、まあ、それは嫌おなしにバレるな。緊張してません？今どうですか？いや、そんな緊張してないです。やっぱり どんな心持ち？うまい人はね、緊張しないんですよ、うん、あ、そうなんですか？そうなんですよ。自信がもうずっと練習して自信が増えて、もう緊張せんよね。そんな感じなんですか？それも あるんですけど、やっぱり一番は楽しみっていうのが。うわ、楽しみたいよね。やっぱり不安だなよりも楽しみが先に立つんですね。はい、やっぱりこれが世界と戦うメンタルですね。ちなみにたまちゃんは緊張するんですか？テレビ出てるとか。私緊張しいですよ。え、毎回？うん、毎回緊張する。緊張し、こんなにうまいのに。
うまくないですよ。だって私、この前テレビのニュース読んでる時にこんなだったから。そうなん、本当映ってたの。全然わからんよ。自信満々に見えてるんやけど。いや、声のトーン変わんないんですけどね、こんなの。そこまで、うん、ごめんなさいね。いや本当にすごいなと思って。いやー、じゃあやっぱりこれからもダンス続けていきたいんですかね。はい、続きたいんですけど、うん、今までずっとまあ、チアダンスのチアの要素ばっかりだったので、はい、次はジャズとかヒップホップとかその別の種類をやってみたいなって考えてます。あ、じゃあもう本当に違うジャンルも含めてダンスの世界で生きていきたい。はい、うん、なんか夢があるといいよね。いやなんかね、いいよね。やっぱりその好きなものをね、仕事にできる人ってそんなに多くないから。ありがとうございました。ハルハルさん、世界に向けて頑張ってください。頑張って、応援してます、はい、はい、ありがとうございます。プロデューサーはコウサブロー、ディレクターはボン、 AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか。山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。